1952年大韓民国大統領選挙は、大韓民国大統領を選出するため1952年8月5日に投票が行われた第一共和国時代の韓国における選挙である。なお、韓国では選挙回数を第回ではなく代々と表記するのが一般的である。大統領の任期4年が満了したことに伴って実施された選挙である。 今回の選挙から選挙制度が国会議員による間接選挙から国民による直接選挙へと改められた。これは前月の7月4日大統領の直接選挙制と国会の両院制導入を主な内容とする憲法改正案が国会で可決され同月7日に交付されたことを受けたものである。政大統領選挙では現職大統領の李正万候補が 圧倒的な支持を得て再選された。聖大統領選挙では、当初の予想通り李昌番が当選したが、副大統領選挙では皆大英候補が自由党公認の李半赤候補を破って当選した。李半赤候補は、不山政治波動時の内務長官、院外自由党の副党主として、大統領自家先生導入をするための会見推進に尽力したにもかかわらず、 李正番が李反石の支持勢力である旧朝鮮民族青年団系勢力拡大を阻止する目的で警察力を動員して皆大久殺を当選させたものである。選挙後の9月12日、李正番は俗青系を半島分子と宣言して自由党から完全排除し、後に彼を絶対的に支持する勢力のみで自由党の指導部を固めた。 AB 候補者登録の際に各候補に割り振られる番号を。AB 韓国中央選挙管理委員会の歴代選挙情報システムから資料を引用して作成。ABC1951 年12月に国会議員を中心として結成された通称院内自由党の議員で院外団体を中心とした院外自由党との合同に賛成するグループの通称名。 AB 東京大学出版会、韓国現代政治、森山持長、著186から187ページ、兵庫、歴代大統領選挙より、ありがとうございます。